い、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤの高校です。始まりました第52回、MT 対戦バラエティハレルヤコンバット、今回は、環境名人戦が明日行われるということで、スタンダードをお届けしたいと思っております。でゲストはなんとこちらの方にお越しいただいております。ご視聴ありがとうございます。ミックスの加藤です。よろしくお願いします。はい、こちらビッグマジックのユニフォーム契約プレイヤーです、ね。はい、で、この間はグランプリ京都、そうですね、でチーム戦ですね、はい、でスタンダードを担当されてトップ4に入賞されたということで、はい、ホープスは鈴木君とチームに入りましてスタンダードのことだったらこの人に聞けば間違いないということでお越しいただいたわけですけどやっぱり環境名人戦、やっぱりスタンダードが一番注目のフォーマットで、そうですね、で今環境末期、はい、もうやっぱりみんな鎖を回してるって、もうこう、うわーって噂を聞いてるんですけど、はい、どうなんでしょう、実際のところ。そうですね、実際その鎖回しの入った赤系のアクロ、まあ、赤単とか赤黒が、はい、最大勢力というのは間違いないかなと思います。ただ、その中にあって、それしか本当に選択肢がないのかというと、決してそんなことはなくて、それ以外の、対抗馬となるデッキもいくつかあるかなと思います。なるほど。で、本日、対戦で使わせていただくのは、私はその中の一つを、使わせていただこうかな。赤系ではない。赤系ではない。鎖回さず。回さない。鎖回さないデッキをですね。はい、私はちょっと気持ちよく鎖を回させていただこうかなと。そうですね。うまくこちら回させないようにですね、はい、そういったデッキ選ばせていただきましたので。今回、VS 赤黒ということで、ちょっとお届けしたいと思います。じゃあ、今回対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。8ですね。よい。5。はい、先行もらいます。はい、よしよしよし。こちらキープします。こちらマリガーンですね。まあこの中で1ターン目から動けて、まあ、2ターン目もグイグイいける。まあ特にこのマッチアップはすごい腐るカードがすごいたくさんあるんですけど、そういうゴミを引いてないっていうのもこれ結構いい感じですね。マリガンして6枚にはなってしまいましたが、一応その最序盤を、耐えられるカードおよび相手の強にですね対抗できるカードが1枚あるのでキープしようかなと思います。じゃあスクライ、下に送ります。はい、お願いします。はい、お願いします。よっ、お、早いボマットで19。速攻クリーチャー出して、タップインで出すっていう、タップインで終了ものすごい、これがしたからものすごい勢いを感じます。ただその沼スタートというのが気になります。島を置いて、はい、終わり。やばい、殴られてる、景気よく殴られてるぞ。気持ちよく行きたいですね。じゃあ、はい、はい、参ります。はい、じゃあ18ですね。で、2ターン。はい、え、分です。分分やん、気持ちいい。え、めっちゃ気持ちよくなれてる。まずい。あとランタン殴らせてもらえるかな。そのまま終わりです。はい、タップ、タップ、キープ、ドローワンカード。なるほどね。なるほど。え、ちょっと待って。え、聞いてないな、それは。まず1枚目のもあ、どうぞ。はい、で、2枚目。はい、どうぞ。はい、じゃあ先頭入ります。え、マジ、まだ漂着打たれない。まだ漂着打たれないです。これ2枚しかないからね。どうぞ。はい、コンバットで。はい、はい、全部とりあえず誘発までは大丈夫。これをあ、大丈夫。はい、通すと6点をもらってしまうので、この時点6点をもらうのは苦しいので、封じ込めをお願いします。本来であればちょっとボーマットを3枚の方をリムーブしたいところであるんですが、まあ、5点ということもあってライフがかなり、ここで5点食らっちゃうと心もとないので、タカリアの方を使用したいなと思います。はい、でそのまま3点をもらうとであるんです。15ですね。はい、こっちは置けない、置けない、はいはいはい、これが置けない。これは、いや、置ければな、チャンスかこれ。ただこのまま土地を置いて、ターン終了です。はい、そろそろ貯金を爆発させる可能性が、爆発させる可能性が出てきましたかね。先頭、はい、3手、手札が4枚、うんうんうん、トリガ
全部どうぞ。はい。で、トリガーまで解決しました。はい、そのままもらいます。はい、じゃあ3点。はい。12ですね。で、第2メインで、はい。ガリア。ガリア。ガリア、ちょっと考えます。あまり、このカードに使いたくはないのですが、不許可。はい。スタートします。終盤です。1アンド取った気持ちになるよ。土地がこの土地が止まってはいるが、このボーマットに携帯殴られ続けている。ここをどうすればいいのか。まず土地を置きます。はい、とさすがにまずいので、メインで、封じ込めを、はい、して一番貯金になると思います。こちらを追加したいなと思います。で、そのまま楽しみます。はい、ちょっとな、欲張りすぎたかな。あ、土地は引けるのか、引いた引けたが、しかし、出して、ごまと。はい。はい、ユナツーどうぞ。はい、はい、大丈夫、そのままで。はい、じゃあ2点。2点。はい、10ですね。で、3で終了します。はい、終了。じゃあ、終了時にサイクリングしてドローします。まあ、3枚引けるんで美味しいね。3枚引けます。で、ドローします。まず、出てしまうのか、土地を置きます。これはちょっと悩みどころですね。英雄が実際が、どうハンドが3枚2枚か。で、貯金がそれ3枚3枚。感情をお願いします。感情。じゃあ、スタックで。はい。はい、大丈夫です。手出せない。あ、そう。じゃあ、この2枚。はい。一生出ない。で、これで2点減少。はい。10ですね。で、そのまま単純です。はい。アンタッタッキープドローンカード。ドランドで、鎖を回せる。はい、回せるけど、しょうがない。11ですね。はい、終了。はい。で、どうします。ということで、ドミナリア、パワーカードの一つ。やつ。テフェリを。テフェリが出てくれします。はい。来ました。初期中性値が、4ですと。はい。で、当然守れる手段が、プラスをまずします、はい、プラスをしてワンドロー、カードを引いて、で、まず土地を置き、シールセブン誘発をして、はい、2枚、はい、押して、終了です。アンタッパーキープを、はい、テフェリーが出てくると急に2対1みたいなゲームになります。さあ、テフェリーの、じゃあそのままで3点。はい、じゃあテフェリーが2になりました。はい、じゃあ違うターン終了します。終了。はい、じゃあターン終わります。はい、どうします。一応見かけ通りいけばテフェリーは次のターンに起こさせてもらえそうだが、テフェリー、プラスをします。はい、で、ドローします。マナで、メインで天才の変化をします。で、エネルギーが結構溜まって、スライスですね。天才の変化も結構すごいドローカードですよね。このカード歴代の、中で見てもかなり強い部類に入るんじゃないかなと。もうだってエネルギー全く関係なくても使われてる。確かに、そうですね。で、2枚下に置いて、はい、2枚カード含め1枚来て、2枚。お、いいカード来ました。で、まだランドセットをしてないので、手から土地を置いて、資料セット誘発して、土地を、はい、押します。で、こちらも、タカリアを戻します。いや、一回も漂着持ってそうだな。ドローワンガードが漂着が、見え見えの漂着に対してどう殴ってくるのか。持っているのか、持っていないのか、どっちだ。であれば、残念でした、こっちでした。というわけで、
何を選んでも恨める可能性が そうですね、あの結局何を選んでもね、あのダメであった可能性はあるので、はい、大丈夫です、はい、まあ、全てを失わないで済んだっていうの、なるほど、確かに。で、終了。はい、了解です。はい、じゃあターンもらいます。で、うん、アップキープで、ちょっとします。まず何はともあれヘベリのプラスをしてドローします。メインで、サイクリングをします。はい、カード1枚引きます。相手楽しそう。いやー、もうここまで来たらねみたいなね。土地が止まったからな。止まった、かつそのボーマットがそこまでアドバンテージを稼げなかったっていうのもあって苦しい感じですね。で、ターン終了ですね。誘発して押します。どうぞ。で、ドローンカード。はい、まあ、大丈夫ですか。もう出るんだな、これが。俺ちょっと待って。まず、はい、出ました。で、ターゲットを、はい、取ったところでどうするかね。余った状況を高め、あ、ちょっと考えます。白白、白白がダメ通らず、通らず。はい、じゃあ追放して終了します。はい、封じ込めはもうこれでケアしなくて、封じ込めはもうなんと4枚使っているので、はい、それがなんだってちょっと大久保君のカードも大量に封じ込めているので、そんなよっ切れてないんじゃないですか。さあもらいます。はい、で、アンタップアップキープのドローバンカード。はいはい、これで心折られる。心をまず、プラスをして、ドローします。まあまあ、で、アプローチを打ってます。はいはいはい。で、7点ゲーム、18ですね。で、1、2、3、4、5、6枚。はい、で、7枚目に声を聞きます。でも、テフェリーのドローもあるから、意外と近い。結構早く来られちゃいますね。で、終了ステップで誘発して、2枚。2枚。で、どうぞ。ペンテドローンがある。いやー、もうね、愚直に破っていくしかないね。さすがに封じ込めはないので、レイヤーの可能性もある。なるほど。もう、だって、見えてない。もう、遊んでる暇ない。GM 爆弾はもうテレビで遊んでる暇はない。プレイヤー、なるほど、はい、もらいました。じゃあ3点で15ですね。第2ウィンで、はい、フィアナラ、フィアナラに関しては、本日の3なんで、はい、カウントします。終了です。はい、じゃあターン終わります。3タップ引いて、投与します。まず、テベリで、プラスをします。はい、6になって、あと5枚、あと5枚アツカンタの探索を出してより加速するって、さらに、土地を置きます。はい、で、終了して、終了ステップに土地を2枚起こして、グローリーグリンガーを引くしかないんじゃない。いや、これですよ、これ。先頭プレイヤーに3点。はい、12になりましたね。で、ターン終了します。はい、ターン終了。うちが7枚なので、はい、じゃあターンもらいます。はい、タップ、アップキープ、アツカンタの叩きですね。まずこれを見て、下に落として裏返します。はい、これで残り4枚で、どうします。これ3枚で、カンタ起動すると、ちょうど途中を置いて、カンタを起動すると、当然、その中に、3、に合うので、ちょっとこれ、積み込みじゃないですか。いや、これはカードとして積み込み。積み込みカードやな、これ。はい、というわけで、爆発。爆発。抜くカードは、私はこの8枚を選びました。サイド後ですね、黒い要素が、呪列覆面に大量に入ってくるので、なかなか、この勝ち方を狙うのが難しくなります。なので、そもそも勝ち方を変える形のサイドボードをしようと思います。このカードが、新しい勝ち手段になります。
そして、このカードは、相手がサイドボードから入ってくるハンデスであったり、フレンズウォーカーに対しての対抗手段となります。アウトするカードはもうすごい分かりやすくこの辺引いてはいけないカードがリモードで入ってるのでこの辺はまあ当然抜けます。で逆にインするカードとしてはまあこの辺のケイテさんもおっしゃってた黒いカード手札高いですね基本はを大量率にまあちょっとこの辺の重いカードも入れてコントロールっぽいコントローラーグロっぽい感じでシフトしていこうと思います。ちょっと離岸ですねこちら。はい、こちらのキープです。若干その土地の枚数に、不安はあるんですが一応これで探してこれるというのと、序盤の相手の動きに対して、対抗できるカードもあると。で、最終的につなげて勝てるカードはあるので、なかなかいい判断じゃないでしょうか。今回はこういう感じになります。まあどの呪文も一応受けそうっていうまあ、ワンマリだし。じゃあこれはい、お願いします。え、よく考えたらトップに置いたら別にこうなるよ。変えてもいいよ。いや、まあ、別なあ、そうだあ、では、僕もで、はい、出て19ですね。はいはい、はい、終了。このマリガン分をフォーマットが取り戻していくのか、どうします。はい、なるほど、ま、で、途中置いて押してすちなみに1ターン目は1ターン目はね、もうそもそも対処できるカードが入ってないので、はい、そのまま終わります。はい、あ、どうぞ。18、はい、決まらしい打つかです。はい、まあ、封じ込めかな。はい、じゃあ封じ込めを使いました。で、この、はい、はい、で、3を終了します。はい、じゃあ3を終わります。そして、ドロー。それでは、なかなかで、中を置いて、まあ、ターン終了です。はい、3を立ってやってきて、ドロー。はい、戦闘入りたいです、ね。はい、どうぞ。はい、フューチャーして、で、リュウハツどうぞ。はい、で、その前に、はい、17。これはね、終了ですね。土地がない、がない。終了、なるほど。でも爆発もしたくない。爆発もしたくない。そんなわがままなあなたにバウンス。バウンスされるんだったら爆発よ。はい、終了します。はい、はい、じゃあカードがあります。で、全然ミスってこれ、今ページを置いて、はい、そのまま完成です。で、この方向から集略がいっぱい飛んでくる。集略はありますね、さっき見せてたのが残ってました。ドラムにしてる、取ってもらわなきゃいけないし、かなり全部はい、はい、で終了します。あ、終了します。T4、 あ、はい、決めます。で、ボタンになります。で、ドロー。うん、なるほど。途中を置いて、タッシュです。ドロー、キープドロー。はい、押して、はい、じゃあ、おー、うん、うん、はい、どうぞ。はい、お願いします。相手のカードが1枚か。難しいところですね。はい、次を再現にします。はい、で、カード1枚引きます。なるほど。で、はい、ターンもらいます。はい、本当だっけ。どうします。出てくるのか。引けず、ゴー。よしよし、引けね、引けね。よし、じゃあ先頭。はい、サルが出てきて、3点。はい、14ですね。お、まずいぞ。久しぶりにライク動かした。ここはサイキング。はい、どうぞ。ドロー。そして終了。はい。はい、じゃあ、戻します。おー、なんか。ん？引けない。ゴー。はい、戻
そう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 、やばい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 、これはやばい、土地はいい、土地は汚れ、はい、5枚とハンドが1枚1枚、なるほど、さすがにそれは、はい、スタートします、はい、しょうがない、でもはい、3点、もらえば11、見てくれ、いい加減聞いてくれ、頼む頼む、で、ドロー、えいい感じ、いい感じ、まずいな、おこれは、ちょっとまずいですね、ターン出します、はい、さすがに何かしら引かれてるような気がするけどな、まあ、土地以外だからね、なんかは引いてるんだけど、はい、まあ、はい、3点もらって8位ですね、終了します、終了、うん、であれば、終了するときに引かれ伴走してです、はい、はい、りました、で、引かれワンドを出します、いい加減、あれそんな耐えてる耐えてるいい加減引くやろ、ほら、あら、引かない、まずい引かないぞ、引かない、え、どうしようどうすんの、ゴー、よし、え、まずい、そうこれはまずい、で、帰りで帰り全部はい、ちょっとはい、カウンターで引けたら強化で、はい、エネルギーも使います、はい、回していくか、はい、回されて7で、終了、はい、変わりゼロは十分消毒これは、いや、そろそろ引かんと、まずいが、ドロー、そういうこともありますよねよし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 入ったな、5、はい、バッバッ、はい、ドローカード戦闘、はい、3点ライフが7なので、ちょっと守りたい、考えの調節をします、はい、はい、じゃあ1枚続けると当たり合おう、はい、で、シュート、はい、なるほど、うん、土地詰まるの結構負けっす、ね、まず、よくある負け方の人ですかね、はい、結構入ってるけど、起伏、そうそう、大体の27枚入ってるんですよ、何枚入っても、まあ、引かんときは引かんよねという話かなと思うんですけど、うんうんうん、持ってない読み、持ってたとして持ってる可能性ほぼなくてトップデッキでしかないので、そこまでケアするかどうか、もしくは別の選択肢にするかどうかというところで、動かないハンド2枚がプレイして、いや、さすがに引かないやろ、さすがにさすがに引かねえよということで、カードを1枚引きます。で、終了セット、はい、で、途中を2枚押します。はい、そういうところで、はい、そして、はい、ターン終了です。どうぞ。はい、ドラゴンカード。さあ、さて、残り相手のライフが7。7ですね。テフェリーを狙うかどうか悩ましい。エースと引けば結構そうそう結構そう、7はね、なかなか一回プレイヤーをどついておくとすごい後から後から、そうですね、なんかプレイヤー、プレイヤー、であればもらいました、4です、なんか助長がある、さあ、よかったのか、終了終了終了、では、あと、はい、で、どうしますテリー、マイナス3でターゲット、はい、で、上からサボるんですね、で、このカードを任すかという感じなんですが、実際のところ、うん、あと土地が1枚欲しいかなという感じはありますね、なので、ここは一旦無理をせず短縮です、あと、OK、うーん、なるほど、終了終了で、たかり屋のようなめんどくさいカードを引かせたくないので、終了セットで、はい、行こうます、まあ、何はともあれプラスをしてカードを違いますで、はい、これは7枚目の途中でしてたので、続けていこうかなで、レネモタガスのライダーをプレイします、
で、狩猟ステップ、はい、しようかしらね。で、そのままターン、狩猟です。悪残の天使、悪残の天使ドロー、散々カードを引いているが、こっちは何かですね、はい、何もできないんですよ、狩猟知らんご、了解です。はい、じゃあターン終わります。はい、タッスキップのドロー。なるほど。何はともあれ、カードを出したいとします。はいはいはい、もうこれはかなり盤石になってきたんじゃないでしょうか。しておきます。もう念のために殴るの、リスクをやるのでしょう。おー、三度を見る。はいはい、さあ見せろ、こちら。はいはいはい、現状、脅威に対しては対抗できそうなので、引いてくる脅威に対しては対抗できそうなので、場に出ているジェの信号、これを指定したいなと思います、はい。で、そのままライダーで私の5点15で、5点にして9ですね、シュルセン閉じ起こして終わりです。さあ、何引いてもらうと思ったな。いや、かなりいいドローだったんだ。ドローではあるか。とりあえずもう見られてるから見られてる。それはもう聞いとくと、それはもう我慢のターン。お、我慢、我慢するし、なるほど。さっき言ってどシュッ、どんなに汚くてもこの水を飲むしかない。まずプラスをして、はい、どうしよう。なるほど。で、そのままアタックして、はい、これこちらが10の、そちら14、10の18で、2目で、パスカンダーのパスを置いて、シューブセットで処理をして、ターン。そう、いや、この反応のいい反応はもうとんでもないってなってますかね。じゃあまずです。なるほど、いい、いい、悪くない、悪くない、悪くないが、そうです。まあここはもちろんいいんで、ネゲートされた、まず逃げと、ネゲートされてしまったか。ということは、反応に私がまだある。まあ心を折るために見せようかなってちょっと迷ったぐらい。まだやるかい。まだやるかい。チャンドラ、チャンドラ、ハンドラ1枚1枚、チャンドラはもう一回、はい、逃げと、あ、ごめん、取ってくれ、ピアハラだが、ダメ、通らず通らず、だから通らずリセーブされて、リセーブされて、こうなるともう配色濃厚なので投了しかないかなっていう、ありがとうございます。何も通らず。はい、というわけでお送りしたハルヤコンバットいかがだったでしょうか。ちょっとね、僕があの赤黒たまにも慣れてなすぎて。ちょっとね、慣れてないですよね。まあでもそれを差し引いてもやっぱり青白っていうデッキも今結構環境でいけそうな、そうですね、まあ対抗馬としてはまあ十分な力を持ってるんじゃないかなとは思いますね。と、黒絡みのサイドボードカードが軒並み厳しいので、そこに対してうまく対応できるかどうかなっていうのが鍵になってくるかなと思います。で、時はあれですよ、基本セット2019ですよ。そうですね、来ましたね、いろんなカードが公開されました、はい、そうですね、加藤さん的になんか注目のカードってあります、はい、あと交渉の達人テゼル、新しいテゼルが、私の中で一番、注目しているカードですね、はい、あとはもうドミナリアの新しいカーンとかと合わせてですね、はい、アーティファクトを多く入れたデッキとかもこっちは新しくできるんじゃないかなと。プロツアー25周年、そうですね、出られるんですよね。はい、プロツアー、25周年記念のものにですね、一応出るようになってまして、なので、3段のデッキに関してはそうですね、なるべく強いものを、考えて持ってきたらなと思ってます。応援します。ありがとうございます。今回動画が良かったという方は、コメントだったりチャンネル登録、あと Twitter とか Facebook のシェアボタンを押していただければなと思います。で、今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。